タレントの花田美恵子51が26日、自身のインスタグラムを更新し、ノースリーブのパーカーワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。黒いマスクをつけ、グレーのパーカーワンピース姿の花田は、この子のおかげで、ステイホーム中も楽しく過ごせましたでも、まだまだ慎重にと愛犬の散歩をするショットをアップ。現在は、ハッシュタグをつけ、東京生活楽しんでますとした。コロナからは、永遠のオリーブ少女、弱い、かわいい、ミニでかわいい、かわいすぎますなどのコメントが届け、蹴られている。花田は2007年に大相撲の元横綱、花田虎上、勝氏と離婚後、令9年に一男三女と、米ハワイに移住。18年12月に13歳下の一般男性と、再婚を発表した。また3年愛を実らせた夫とは、平日は、それぞれの家で生活し、週末を一緒に過ごす、週末婚と認可していた。花田美恵子、51、が26日。自身のインスタグラムを更新し、ノースリーブのパーカーワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。黒いマスクをつけて、グレーのパーカーワンピース姿の花田は、この子のおかげで、ストイーホーム中も楽しく過ごせましたでも、まだまだ慎重にと愛犬の3歩みをするショットをアップ。現在は、ハッシュタグをつけ、東京生活楽しんでますとした。コロナからは、永遠のオリーブ少女、弱い、かわいい、ミニでかわいい、かわいすぎますなどのコメントが届け、蹴られている。花田は2007年に大相撲の元横綱、花田虎上、勝氏と離婚後、令9年に一男三女と、米ハワイに移住。18年12月に13歳下の一般男性と、再婚を発表した。また3年愛を実らせた夫とは、平日は、それぞれの家で生活し、週末を一緒に過ごす、週末婚と認可していた。